根津って豆ちゃんです。今日ですね、ユニバパーク街のお土産を全部紹介します。イエーイということで、私ですね、特にユニバやってこれからもユニバのいろんなね、お得な情報をお届けするので、ぜひね、チャンネルやってみてグッドボタン、コメントお願いします。で、まあ、ユニバの最寄り駅のユニバーサルシティ駅から USJ までの間にはですね、ユニバーサルシティウォーク大阪といって、まあ、いろんなね、お店がある、まあ、商業施設があるんですよね。で、ここにですね、まあ、ユニバの公式ショップのユニバーサルスタジオストアがあるんですよ。で、たとえね、まあ、パーク内でお土産買い忘れたとしても、このパーク外でもね、ユニバのお土産で買うことができるんですよね。で、前に検査で、まあ、このパーク外のお土産紹介してくださいって聞いてできるんですね。それします。イエーイ。イエーイ。結構あるよな、正直言ったら。意外とある。別にパークに入らなくてもいいぐらいちゃう、うん、正直言ったら。で、俺もまあどのぐらいあるのかちょっと把握してないから、まあ、早速今から見に行こうか。ゴー。じゃあ、お土産。で、これやけど、結構あるよな、マリオ系も、うん、これ前買っとったやん。そう、前紹介したやつ、これも売ってるんやな。で、これもトロフィー、うん、売ってる。昔紹介したことあるやつ、これほんまにマリオカートクッパの挑戦状のトロフィーなんやね。うん、すごい、めっちゃいいな。でさ、これさ見て、コーラのお菓子。うん、最近出たやつかな。そう、最近出たやつ。で、これちょっといいのがさ、ほら、あの、踏んだり蹴ったりしないでくださいって書いてないよ。あ、ほんまや、すごい。多分踏む人もいるんかな、これコーラと思って。おらんやろ。もうちょっとワンナップ、永久ワンナップのために。で、これやけどさ、結構美味しいよな。美味しい、これ好き。これこれおすすめやで、うん、本当に量入ってるし、たばり土産にもちょうどいい。もうバラ巻きに最適。これ面白くない？トクバクするんやろ？そう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 、めっちゃなんかユニーク。うん、マリオ関係やっぱ可愛いの多いな。これも美味しそう。めっちゃキロコトロなってるで、うん、これすごいな、でかいな、でかねえ。で、これ俺いいと思うのがさ、この箱にさ、オリバンダーとかダービッシュバンクスとか、このハリポタエリアにある店の名前とか書いてるんよ。いいやん、めっちゃおしゃれ。
これかっこよくない箱。これがずっと欲しいね。ちょっと高いから手出されへんね。うん、ちょっとおしゃれ、ホグワーツな。で、これも下、隣がカバン。これもいいよね。ニュートが持てそう。でこれやけどさ、ミニメンズってことで、これ青いね、あのやつ入れたら色変わるらしいよ。紫になるの？黒、あ、黒なんだ。黒なんのか。こういうのもなんかいいの、真っ黒、真っ黒。でこれね、クッキーがめっちゃ美味しい。うん、美味しい。これ食べたことある。ある？うん。めっちゃ美味いな、これ。美味しい、美味しい。これ新作ちゃう？これ新作、最近出た。これ新作とかもね、出んねんや。あ、これも一応あれや、ミニオンパークのそういういろいろなやつやろ。でこの下は、ほら、これミニオンパークにあるゴミ箱のやつなんや、ほんまにある。こういう感じやで、いいよな。これよくね、この地球儀。これはね、ずっと欲しいと思ってんのよ。それをまだ持ってないよね、これ。古き良きユニバの柄なんよ、これは。でこれ良くない？スヌーピーの方。美味しそう。めっちゃうまそうこれ。スヌードルなくなっちゃった。でもその代わりこれで絶対美味しいで。
で、これスヌーピーの家定番、定番、これいいよね、うん、人気だよね、これは。山子さん、これ百味ビーンズ。カンカン可愛いけどな、百味ビーンズこんだけ入っとったら辛いな。いや、何、美味しいやつ入ってるかもしれないね、ガチャで。この恐竜カツ、これめっちゃ美味しいで、まあカツやからな、うん、もう外れない。はい、じゃあ見てきました。はい、まあ、結構あったよな。結構あった。でもパーク内の何分の1ぐらいやろな。いやーって言っても4分の1、まあそんなもんかな、そのぐらいか、4か5ぐらい、4か5、5は言い過ぎ、5は言い過ぎ、4分の1ぐらいちゃう。あ、そう。でも、まあ、結構なんか人気の商品を集めてる印象があったわ、うん、マリオは一番多かった。マリオ一番多かったし、マリオの中でも特に人気の方のお土産があったなって感じがしたな、うん、確かに。だから個人的な感想では、うん、実験で、まあ、ユニバのパーク内で、うん、新しいお土産とかバンバン出して、それその中で好評なものがこっちに移ったりするのかな。あ、そうなんかね、売れ筋のいいもの、売れ筋のいいものをちょっとこっちに入れとかがありそうな感じがする。けどあのハリーポッターもあったけどさ、うん、あのハリーポッターのルービー先生のチョコレートのあれやんか、うん、ああいうのは売ってなかったからさ、ああいう細かいものは売ってへんかった。細かいものとかはこのパーク街では買うことができないって感じかな、うん、あとまあイースターのお土産とか売ってたやんか、うん、で夏だったら夏のお土産とかも出ることあるよね、うん、けどね、あのね、期間限定のコラボのアニメとかゲームのそういうお土産とか売ってなかったクールジャパンな、クールジャパンだから今ね、ヒロアカとかとコラボしてるけど、そういうヒロアカのお土産とか売ってなかったなって感じがした、うん、あとコナンもなかったな、上手なかった、うんうん、これからもしかしたら出る可能性はあると思うけど、コナンもなかったし、あとドンキーコングもなかった。うーん、確かにね。だからまあでも、まあ、十分すぎるぐらい量あるかなって感じがする、普通にね。で今回ね、お土産ね買ってきました、イエーイって。イエーイで、まあ、新作とかもさ売ってたからさ、うん、今回2つ買ってんけど、うん、それにちょっと紹介しますわ。でまず1個目は、おーバーン、あ、こっちや、スヌーピーの取り出し、ほーほー、てて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 、わかるこれ、音楽がわからへん、レーザーラムの HG や。さあ見てくださいよ。でこれ今までもスヌードルが言ってたけど、うん、まあ、それもめっちゃ美味しかったけど、うん、まあ、それがなんかいつの間にかなくなって今ね取り出し方がね発売されてるって感じです。はい、いいよね、美味しそうなあ、これすごいよな。バン、こんな感じです。へえー、あ、普通になんか売ってるやつっぽい。そうだね、うん、でもやっぱスヌーピーってプレミア価値があるから、しっかりとほらミニマのゲートや、まあ、こういうのもいいよな。だから後ろにさ、うん、ウッドストックとなんか裏のウッドストックみたいな、裏のウッドストックなんやろね、初めて見た。とりあえずそういうのがあります。へえ、イエーイ、美味しそう、食べてみて。また食べる映像はこちらです。はい、でちょっとね場所変わってね、ちょっと今家にいるんですけども、ま、買ってきたねこちらのね、ま、スヌーピーの取り出し方ね食べていきます。でこれね発売された時からずっとなんか話題になってて、で今回俺初めて食べないけどめっちゃ楽しみです。じゃあとりあえずねちょっと開けていくんやけど、あ、こうなってんのか。中にはですねちょっと麺が入ってます。でこの中にですね、まあ、粉末スープを入れるらしいですよ。先に粉末スープ入れます。あ、ちゃんと
この袋もねスヌーピーになってるわ、かわいい。で熱湯を入れて3分ね待ちます。トゥ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 ホー。じゃあ3分経ったんでこのね調味油入れていきます。これもウッドストックのかわいいな。よし、でちょっとこれを混ぜて、おめっちゃうまそう、かわいい。スヌーピーのなんかほらこういうのもある、かわいい。じゃあユニバの初フォーいただきます。うまそう、これすごい長いよ。うんうん、うまい。うん、まあ、この麺自体はですね、そのまあ、お米の麺なんですよね。だから結構ね、まあ、あっさりしてるっちゃあっさりしてるのかな。うん、めちゃくちゃ美味しいわ。あとこのね米の麺がですね、なんとベトナム製造らしいんですよ。だからベトナムから来てるやつなんですね。だから日本で作られてないやつなんですよね。いやだからもう本場の味やでこれ。いやめっちゃいいやん。あとほんわりね、まあ、鶏出汁の味もするし、あとちょっぴりねその豆乳のちょっとだけミルキーなね味もねちょっとするからめっちゃ美味しいわ。まあ、これは普通に当たり。普通に美味しいわ。うん、ほうってなかなか食べる機会ないからね。俺もだ人生で数回ぐらいしか食べてないよ、ほうって。うん、だから余計新鮮。めっちゃ美味しい、これ。でも俺一個さ、思うことがあんねんけどさ、ユニバにこういうさ、カップ麺系の商品で結構売ってるんじゃないですか。で、俺正直言ってこれさ、パークの中で食いたかったんですよね。けど、まあ、ユニバってやっぱその、お湯入れる場所がないんやけどさ、それが追加されたらより最強じゃない。で、俺思うんだけどさ、例えば冬場の、まあ、パレード待ちとかあるじゃないですか。で、そこでなんかユニバがさ、もうカップラーメンとか言ったら爆売れすると思うんですけど、どう思います？それこそさ、まあ普通のさ、その日清のカップヌードルとか売ったらちょっとあれやけどさ、例えばミニオンのカップヌードルとか、なんかスヌーピーのカップヌードルをですね、そのパレード前に、そのワゴンとかで売ったら、めっちゃ俺行列でかいと思うよ、本当に。うん。だから、ユニバで普通にね、その、カップラーメン系の商品が出たら、まあ、それこそ新しいし、めちゃくちゃ人気出そうな感じがするけど、どうですか、ユニバさん。めっちゃ俺ありと思うけどな。だって、普通にユニバのカップ麺美味しいもん。うん。で、次はですね、バーティムの、これお菓子やね。前から売ってるよね、これは。そう、前から売ってるけど、めっちゃ可愛くない？可愛い。もうこれ、一応箱にもなるから、まあ、こん中に入れるとしたら何やろな。何入れる？ペンとか。ペンばっかりやな、自分入れんの。ペンじゃない、ペン入れへん。ペンそんなに持ってんの？持ってない持ってない。小学生の発想やん。ペン、文具入れにしようって。何入れる自分やったらこん中に。縫い入れるかな。あ、縫いぐるみ、うん、あ、確かにめっちゃいいかもな。ちょうどちゃん、縫いぐるみとかやったらめっちゃ可愛らしいしな。縫いぐるみ入れにもいいかもしれない、うん、そう考えたら。で、ボブズラゲージって書いてて、ほら後ろもちゃんとボブ。かわいい。とってもボブです。で、あ、ほんまやね、耳になってる。そうそう、めっちゃ可愛くない？かわいい。これちょっと開けていくわ。うん。かわいい。あ、かわいい、ね。何それ、何入ってんの？食べる？ちょっと、1個1個。あ、2個入ってないね、これ。でかいのと、ちっちゃいの。で、いただきはこれ。袋もこれかわいいね、ティム。かわいい。俺前北京行ったけどさ、うん、北京にも結構ティムグッズとか作ってるとこ多かった。あ、そうなんや。世界共通と思う、ティムは。ミニオン、ティムは人気やね。ミニオン、ティムは人気。ミニオンのグッズ専門店あったからな、パーク街に。ねえ。そのぐらいすごい人気。じゃあこれちょっといただくわ。わ、すごい。見て、ティム。え、めっちゃティムやん。の、すごいティム、うん。ちゃんと目、鼻、口あるし。の、すっごい作られてる。いただきます。美味しいチョコレートクッキー。うん。これね、バラ巻きで、パッて、会社とかにパッて置いてたら勝手に取ってくれる。あ、まあ、ちょっと量的に少ないけど可愛いし、あ、ちょっと取り合いになるか。うん、だからちょっとあの会社でみんなっていうかは、うん、会社のチームにあげたらいいかな。あ、そうなん。そうそうそう、会社のそのチームとかね。うん、もうね、今日来てる人とかシフト制だったら今日来てる人限定とか。あ、そうなんや。いや、みんなだけでっていうかは関係かな、うん、このボブとチームめっちゃ可愛いこれも。へえ、可愛いらしい。ダン浮き輪、これ美味しいわ。どんな味？食べるこれ。甘っ。なあ、美味しいやろこれ。あ、あれや、キャラメルコーン。あ、それや、キャラメルコーンの味がする。キャラメルコーンの味薄い版みたいな、うん、あ、わかる。でも美味しい。美味しい、めっちゃ程良い美味しさって感じがするわ。これうまいわ。うん、うん、これ美味しいな。
え、美味しい。うまい。はい、だからですね、ユニバ駅前のね、もうお土産をね、ちょっと紹介していたんですけども、うん、まあ普通には十分すぎるぐらいの量って感じがしたな。まあそうやね。うん、もう困らないぐらいの量って感じがしたから、うん、まあユニバね、例えば年パス入れちゃった方はここでお土産買って開けるのもおすすめかなと思うわ、うんうん、っていう感じかな。かな。うん。もうだけでこれからもね、いろいろね楽しい動画を撮りするので、ねえねえチャンネル登録、通知ボタンもお願いします。じゃあ、バーイ。